ホンダエコマイレージチャレンジが開催されるツインリンクモテギホンダエコマイレージチャレンジはホンダが開催している低燃費競技会で走行前後の計測に基づいて1リットルのガソリンあたりでどれだけ走れるかを競う通称エコランかつての大会名はホンダ総一郎杯ホンダエコのパワー燃費競技全国大会であったが2010年の 開催30周年を機に現名称へ変更された。ホンダの 50cc4 ストロークエンジンを搭載したオリジナルの車両を製作、大会では一定の距離を平均時速2 5トルを満たす制限時間内に走行し、消費したガソリンの量から燃費を算出する。スーパーカブを使った市販車クラスも存在し、またタイや中国など、 海外のチームも参戦試行成績を残すなど、大会のグローバル化が進められる。近年は、グレーン1クラスに出場する中学生チームも多い。燃費の良さだけを競うだけでなく、クラシックカーや観光バスのミニチュアなどデザインに力を注ぐチームも多く参加している。表彰に関しても、最優秀賞から新人賞、デザイン賞など様々な部門ある。 例年400台以上が参加している。なお、ホンダ総一郎杯を争う、全国大会だけでなく鈴鹿、九州などで、地方大会や、タイ、中国、ベトナムなど海外大会も開催されている。ニューチャレンジクラス以外は、すべて 50cc エンジンがベースとなる。なお、エンジンは、ホンダ製エンジンをベースにすることが必須である。 全国大会で最優秀賞を受賞したチームのみ、記載する。ありがとうございます。